この未成果だり全て網羅させてもらうこの未成果だ五感全部熱く刺激するワードセンスは五感性抜群走れ銀行下ろせやすげえ急払ったピンポイ漏れなくレスキュー踏み固めたスケッチパン踏み鳴らすゲージパン踏み倒すネジ感踏み答える礼儀ちゃん平成原の掲示板デッキ原の正義感家出る頃には過ぎてくレジ感 A ランクライマーぶっ飛ぶハングライダー夜3時ハングライダーバイビーあたしに黙ってバカってバカ IP を二十歳になってから俺の価値観は B でガチガチだいつでも間に合うさ始まりだ心に刻んだし持つマイカーのヒップホップナンバーのランチャー True アンダーグラウンダーアイスバンダーカムバックワンバース DJ I love なんだハハハハうのドスチェスゴー寝ても覚めても止まらずまた紆余曲折経ても完全燃焼衝突は避けて通れない Oh 怪我してもマジで懲りない何度ダメでもまたやるだけただこけムスまでいつも完全に脳内ヤバめ状態誰かのあいつはまたず誤算されない正体問題ないオンライン自分の力それ以上ない人の紹介繋いだ境界コネや人脈バカの商売、うん、もうどうでもいい俺は乗らないそのローテーションに業界のルールなら懲戒処分放課後でも参考書の問題解く同じ曲でももう大丈夫超最上級のバスだけが商売解く見た目かっこよりもないよ磨き上げたライフを流行り真似るだけじゃ代わり聞くバイト金もない子でもない誰もいないヘッドクラブから抜け出す最前線道譲れないならば衝突避けれない Go Go E やると決めた決意は決して終われない超 Go King Let's do this いい感じ Yeah なるようになるなんとかなるからやるとじゃやるって覚悟になるラストに勝つのはそんなやそれが責任を背負って明日になる全ての痛みも苦みも悲願もしがらみすらも必要なビタミンリスクがあるのは分かってるだけど鼻で笑って当たってくだけど一度折れたり道を逸れたりしたってギリギリで生き残ればいい昨日がダサくて今日がダメでも明日がヤバきで気に求めない完璧なんて君に求めない衝突の先で道との出会いそれを期待してぶつかり合っちゃう次は誰ふつかみなっちゃう譲り合いじゃない奪い合いサバイブ深い愛がないと耐え難いもう一回はないと考えなさい苦しみとは頑張れたサインこの道であったらここ一番の勝負を落とさんのが他とのさやるならやったろうがもっとさ技術は爆発だ岡本さん道譲れないならば衝突避けれない Go Go E やると決めた決意は決して終われない Go Go Let's do thisセットジュースヤバいラップオートサウンドそれだけでバー東京ダウン一歩外出かそこまるで戦場高度な言語で声のゲット誰一人てめえの関係ないワンラッシュでぶち上げたボディナインまたケープからジュースからアルコールまた現場から現場周りよユースのバイザー完成上がる知名度パンパンのクラブでアルティメイトベースンビーツだからゲスの日過ぎてからよりマイク握るそれがデスティニークラウドはどこもシリア出せことやってりゃそこゲレラ半歩もやそもそも抜かねゲームてめえの面に言う俺は抜かれねえ常に実行暗示ヒット安心してる暇なんかねえ一生ワンリン走り続けてくノンストップランナー獲物を追うはず声かけるバッファーやられる前にやっそれが勝負スキルバイドと魂を込めたブルー衝突ビビってりゃ明日はねえ俺ね楽勝目の玉かすらねえ YGC メンバーのセット的なところもその運営的なところでの成長もそうだしこのぐらいのイベントがこう開けるようになったんだなっていうのが見れて個人的にはねそれが一番嬉しいですでその、まあ、技術だったりとかその情熱っていうのがお客さんたちに伝わって、まあ、予選も含めて今回ボリューム4にしてね過去最高の最大のイベントになったんじゃないかなっていうのが個人的な感想です最高でした7 6 5 4 3 2 1 Start!
みこしの下重んじるものは祈りもいた COS1 名はフォークこのガーバーショット始まった勝負当たり退職全部大丈夫お前の想定外に触れる前丈夫チープなチープもチープの一部とチープしキープする皮膚感覚からニューバースに出すヒット片道キープ先は未知数だが俺真実誰も信じる武器ビーツに落とす一ピーツ形はいびつでも三者三票互いの反応が判断材料オリジナリティとリアリティアリキアイビーの旗誓うロイヤリティ明日に構えるなら置き去りに俺らはその名を刻みに行くぜ腰の下重んじるものは祈りも気だ背はアイスボーナーはキットだぜ尋常じゃね奉行ビートがねそこで全くないバッタフライ見たくパワフルアラブにぜよくのフォークビート奉行頭文字 IP でそのままフルネイ仲間のイエスで全て欺くぜ疑ううちね花咲かすうで感じちゃいなG ファンキーチャイ F のパンチレイ B のパンチレイ俺らはわかるか言うんだ半分の意味半分を半分こ25パーソブネチュークンブリキムチキムパーだがそれが生きジャンプ4だが俺が合わせる位置は4分の4忠誠心急にゴングのよつぶやかずとなら IP お客さんのもと流客さんまずそうと時間ねえが暴動しかねえの IP 暴動しかねえ私生まれ育ち神奈川極東Why spam now what you grow? I get it, yeah.お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の感想、皆さんどうぞ。どのクラスもめちゃめちゃ熱かったです。昔のコンテンツで難しい課題をきたせいです。めちゃめちゃ。温泉自体はもうなんか過去4回の中で一番盛り上がった回なんじゃないかなと思います。課題的にもこう。サクサクいく感じじゃなくて、どのカテゴリーもがっつり締まってて、なんかコンペとしての盛り上がりはちゃんとできた、達成できた気がします、はい、テーマが集大成だったんで、集大成らしい、まあ、空も言ってたように、まあ、いい課題じゃないですけど、締まった、しっかりみんなが打ち込めて、しかも盛り上がれるような課題がこう4年目にして、ちょっと皆さんにこうご提示ができて個人的にも満足感高かったし、お客さんの満足度も
高かったら嬉しいなって感じたボリューム4の本戦でした。 YGC の本戦はいつもは多分ベルコンで行ってたんですけど、まあ、予選とちょっと似たような15分のセッションでの決勝っていうのがなんかすごく新鮮に感じたのと、決勝進出者で順位は競うんだけどちょっとこう友情というかみんなで教え合ったり応援し合ったりするのが、まあ、YGC らしくもありみんなで一緒に頑張ろうっていうのが見えた、まあ、いいボリューム4の本戦になったかなと思います。とにかく1日通して暑かったし、気温も熱量もトライも、まあ、本当にこう今年の YGC を締めくるのにぴったりな本戦だったんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。サイラーで嬉しかったです。今年こそは2本とも登って勝とうと思ったんですけど、なんかやっぱ自分らしい終わり方しちゃってすごい悔しいですけど、みんな楽しんでました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。参加できて楽しかったです。私も楽しい課題とたくさん出会えて嬉しかったです。もう一回登りに来ようと思います。ありがとうございました。いや、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。あれ登りたら満足でした。でも楽しかったわ。お疲れ様でした。楽しかったです。入賞できて嬉しかったです。楽しかったです。初の決勝コーディネーションができなかったのが一生の反省点です。ここ、はい、頑張ります。悔しいけどめちゃくちゃ楽しかった。もう良かったです。また来年もやるぞ。めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった。楽しかったけど自分の不甲斐なさがひどかったです。頑張ります。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。悔しいので来年も開催してください。頑張りました。めっちゃ楽しかったです。はい、ありがとう。